タカラさん監督とはあそうです、はい、いやあのギッツサンチームがすごいコメディっていうかあの明るい話っていうことだったんですけどこっち生きることは地獄だですからねあ,あれはね冒脚本家がねそうですねひねり出した結果の言葉なので、はい、あの泣泣くシーンがあって言っていいのかな皆さん見た後なんで、はい、大丈夫だと思います、はい、泣くシーンが あんまりお芝居してて声優の仕事してて泣くことってないんですよそうです、ね、アフレコしてても次のシーンが翌朝のシーンだと鼻水出てたらあのもうすぐ3秒後には切り替えて演じないといけないので、うん、なので実際に内藤お芝居するというのはとても珍しくて泣けなさそうだなって思ってたんですよ世界中の悲しいことを思い出しても全然泣けなくてどうしようと思ってたらギラのセリフとあのシュドさんの ライニオールのセリフ聞いたら自然と本番涙がちゃんと出てきて、あ、なんか皆さん本当にあの本当の意味で全身全霊で体当たりでお芝居するってこういうことなんだなっていうのをなんか学ばせてもらいました。素晴らしい、すごいです。ね、素敵なお話。ね、僕僕なんかまだまだなんで。ね、よいやいやいや、はいや <laughs> いや。いやいやいやすごい素敵な引っ張ってもらいました。うん、ありがとうございます。 私たちね見てる本当に側もかなりぐっときましたよねね <laughs> 素晴らしい本当にありがとうございますそしてねさくらさんはあの先ほどもねちょっとねお声の話でましたけれども劇中で歌を披露していただきましたねはい,いね、はい、ありがとうございましたも素晴らしかったですい,やい,やいかがでしたかいや私歌苦手なんですよ実は いやね、衣装合わせの時に言われたんで。そう。本当 <laughs> 苦手で。嘘です。何で <laughs> オフマイクで言わないで。<laughs> せめて。<laughs> 嘘です。それは嘘です。いや、言いましたよね、私衣装合わせの時にそう。すっげえ真顔で。私、歌下手っすよ。って言われて。そう。あそういうことじゃないんでって言って。そ,そうそう。<laughs> そう、いや、でも、本当に、だから、どうなるか。 分かんないですよとかっていうちょっと不安な気持ちをちょっと吐露させてもらったりとかしていてえでも皆さん素敵でしたよねいやいやいやこれもう悲鳴上がってましたいやあのこれ例えばじゃあ,あのこうレコーディングとかでブースの中で一人で撮るんだったらまだしもなんか何百人とかいるエキストラの方たちの前でアカペラで歌わないといけなくって本当嫌でどう,しうごめんって。<laughs> どうしようって思いながらあれ、どんな歌でしたっけいや、別に自動さんそうだ、そうですよね忘れちゃったからちょっとそれはよくないなちょっと、ちょっと、ちょっとちょっとですね、ほらみんなね、みなさん聴きたいですよねほら。たい、もうせっかくほらいらしてんだ熱い背中ね、こうしていらしてんですからお願いします、お願いしますおいでおいでと声がするはーかばーかへ いらっしゃいイエーイあり<ー>とうひどいひどい <laughs> 耳掃除される耳掃除される <laughs>、ね、掃除されました今掃除できたはい。気持ちよかったです今ありがとうございますマダシ君マジでずっとこうだったからちょっと気持ち悪かったよね <laughs> <laughs> 面白かった。面白かいありがとうございます。のモータ<わ>そして須藤さんありがとうございます。あ、ありがとうございます。素敵な振りをありがとうございます。いや、もう本当に素晴らしいですね。もう何回もね。もう今多分ご覧になったばかりだと思いますけど、またすぐ見たくなったと思いますので、またすぐぜひ皆さんご覧ください。では、さくらさんはヒーローとは何か？<はい S 1> もう。私はあのずっと両親ですね。 あの本当にあのびっくりするぐらいちょっと両親のことがもう好きで好きであのどうやったらこの人たちみたいになれるんだろうってずっと考えているぐらい本当にずっと両親に憧れ続けているので、はい、私,た私がこう両親の年になったときにああなれるようにと思いながら毎日過ごしてますどういったところが一番、うん、あの絶対になんだろう あのネガティブになっても必ず救いを見つけ出すところがいつも本当にすごいなと思っていて辛いこと、しんどいこと何か壁にぶち当たったりとか絶対人間すると思うんですけどその中で必ず両親はそこにでもこういう学びがあったとかこういう活路があるとかあのしっかりと自分の糧になるものをしっかり見つけ出して掴んで帰ってくるんですよね。そこがやっぱり あの両親の強さの秘訣なのかなと思って私も何かそういうことがあったらちゃんと学びをつかみ取ってから帰ろうと思っていますすごく素敵です、はい、本当にすごく身近なところにヒーローがいらっしゃるんですね。ねえ